Что значит захватить Харбин? Как они это объясняют? Просто объясняют. Они хотят обеспечить безопасность своих граждан. Но я думаю, что это угроза нашей безопасности. Как вы думаете, может, стоит начать военные действия? Ты знаешь, я вот сейчас вспомнил. Мы ведь уже сталкивались с таким случаем 28 лет назад. Да, конечно. 8 февраля 1904 года. Начало русско-японской войны. Кстати, события тогда тоже начинались на северо-востоке Китая. Мы двинулись в бой совершенно неподготовленными. И поэтому проиграли. Как ты думаешь, как обстоят дела сегодня, в 32-м? Сегодня мы подготовлены? Мы только что закончили первую пятилетку. И что, завершили пятилетку? Этого мало! Сталинский завод выпускает 3 трактора в день. А главное, армия. Она нуждается в серьезной внутренней реорганизации. Так вы считаете, что сейчас мы не готовы начать войну? Я считаю, что сейчас нам нужно успокоиться. Мы должны быть совершенно спокойны. Хай-хай! Нани? 朝鮮銀行の前に人だかり! 決して慌てないように。 それに中国人と乱闘を起こしてはいけない。 いいね。 今ハルピン当局に連絡を取り、 必ず守りますから。 日日新聞にも爆弾が投げ込まれました。 恐竜民が多数、 領事館へ退避したいと申し出ています。 どうやらここは 本当に恐竜民のために開けなければいけないようです。 いや違う。 こちらが部屋を開けるのではなく、 中国人がハルピンを明け渡すのだ。 ハルピン在住、日本居留民に緊急事態発生。ことは重大。関東軍の支援を請う。いいか。陸軍部に打電し、ハルピン付近の状況はますますひどく、責務として、 関東軍第二師団を長春付近に集結させ、我が居留民を救援せよ。関東軍司令官本庄茂。本庄のやつ、一体何を考えているんだ。何度も何度も打電してくる。ソ連の問題を心配しているのだ。はっ。奴らに打電だ。これは最後だ。ハルピンでは、たとえ情勢激変すれども、 これを認めず、ハルピン居留民に危機あらば、国内に撤退させるもよしとする。国際世論を気にしているのでしょう。司令官殿、ハルピンに出兵すべしと申し出打電しましょう。いや、その必要なし。我々の手で解決すべきです。司令官殿、吉林の東北軍にもう一人味方につけられる人間がおります。誰だ。 長男陳寿氏の超解放です。超解放。大哥。 大哥，怎么样？你没事吧？麻烦了，人要是倒霉了，喝凉水都塞牙。大哥，你没事吧？我没事。
把那个袍子给我捡回来。是。别犊子。对了，大哥，我想件事儿。1026是万国斌的小老婆过生日，不是给你发帖子了吗？你还没给人家回话呢。我还得给万国斌的小老婆过生日，就是他老子万福林，我也是背着手撒尿不服他。老帅要是不死，你说他算老几呀？就是，现在可好啊，还人五人六的，当上什么东北边防副司令，哼！袍子捡回来了，好啊，把他给我拿回去炖了。是。哎，对了，大哥，镇上从青岛来了个算命先生，说是啊，算的可准了，能预测前程。你说的是真的？真的。好，咱们看看去。上马。大瑞，大头。嗯，哎，就这儿，就这儿啊！啊，李花，李花，这儿呼呼的，这买菜吧？哎，你瞧，老大，就这儿。挺面了，红烧白肉都有。猴子肉，李花，把驴正换了。啊，哦，李花，整一个垫子垫子呗。你这，来人不用开口，便知来者不善。你走路带风，开口如神。你睁眼万里，你心中有彩虹。你是才人，不过你是白龙之命。你可遇白而生，遇江而腾。这遇白而生是啥意思啊？白鹿烟上架，霜降变了天。本年白霜之后，运气大好，当可跻身于封疆大吏之列。那遇江而腾呢？天高。咦，大哥，有戏啊！本庄樊的人来了。是青玉啊，还是花旦呢？你听岔了，
是关东军司令官本庄繁派人请你出山。哎，大哥，人可等一会儿了，你总得让我换件衣服吧。 遅いですね。。9月18日、国民党の東北における軍政政権を打倒いたしました。さらに、満蒙語族による共和国の建国を速やかに進めるべく、吉林省では紀行殿、アルピンでは趙慶慶殿にご出馬を願いました。そこで、閣下にはここ黒竜江省の主席にご就任願いたく、本日ここに願い申し入れる次第であります。还想请您出任。閣下にはここ東北保安総司令官もご兼任いただき、それとともに関東軍から軍事費20万の提供と弾薬の供給の旨も合わせて仰せつかっております。也有关东军供给。閣下のご返事は、不知阁下是什么意见。わかりました。也好。ではまた明日お返事を伺いに参ります。本来であれば、閣下には大抵数日はお考えいただきたい案件ではございますが、天に不足の不運あり。そんなことわざもございますので。天有不測風雲。宋哥，请。哎呦，大哥，大哥大吧？大哥，今天你可太痛快了！黑龙江省主席、保安总司令，还有20万大洋，这可是天大的笑柄啊！哎，是我们要吃啊！大哥，这官谁都想做，钱谁都想要，可是黑龙江省主席这把交椅，那可是老虎凳啊！哪儿能啊，大哥！就是啊，不能，这可不能啊！其实张大帅死了，黑龙江主席就应该是咱大哥的。对，就是，还不是那小六子，怕大哥功高盖主，所以给了那个万福林。那万福林跟着少帅进京城了，又把椅子让给了王国斌。您说谁服他？你们服吗？不服！行。当时。我是想当，可能是给老张家当，顶多也是给老蒋家当。可是现在呢？现在是给谁当？那是给他日本人当，在这省主席的名字前面，那是要加两个字儿的。加什么呀？啥呀？汉奸。报告，门口在过队伍。是啥队伍啊？日本人，日本人，日本人。这些都是日本人的军队啊。他们从这儿过，咱也不打个招呼啊！不打招呼的事儿啊，恐怕还在后头呢。
不好了，主席。什么事啊？您看，张海鹏宣布独立，还扬言要血洗黑龙江省政府。你下去吧。是。他怎么能一下子就拉起了20000人的队伍？哎，这事怎么办呢？张海鹏他不会投靠关东军吧？不慌，我们分三步走。一，立即以万主席的名义打一份电报，支持张海鹏的行动，承认他东北保安边防司令，再派一个人到洮南探探虚实。二，立即派重兵进驻江桥。这张海鹏他要从洮南进入齐齐哈尔，他必须先打江桥，所以我们必须先到。好。第三，现在立即电报张少帅和令尊大人，让他们命令马占山主持黑龙江军务大计。本主席主持黑龙江军政大权，这是少帅钦定的，所以我们要请示张少帅。好，就这么办吧。哎，那陶南派谁去啊？我去。少帅，少帅，啥事啊？大事儿！少帅，少帅，少帅，你咋了？你咋了？少帅，你咋了？少帅，来人，快请，请慢。少帅，少帅，少帅，快，快，少帅，你慢点，哎，小心。哎，少帅，小心，不好了。少帅，他气成这样了，为了一个张海鹏，真不值啊！不是，是他到底得的啥病啊？你们是少帅的老臣，又是老帅的老臣，我就不瞒你们了。九一八之后，理解的劝了，不理解的也骂了。这劝也好，骂也好，毕竟大好江山都丢在他的手上，祖坟祖业全没了。有时候这半夜一醒，一坐就是到天亮，他心里憋屈，打没有接到命令，不打他心里难受。不到三天，东北三个省丢了两个，上千万的人一夜之间沦为亡国奴。他也只能靠抽大烟才能睡得安稳些。可是四小姐，这是少帅主事，得让他戒了，不然会耽误大事的。是怪我，这都怪我。要是老帅在，日本人根本就打不进来。老帅啊，你睁眼看看吧。
万主席，学忠，你们看这样行吗？为了安抚张海鹏，先委他官，任命他为兴安区警备司令。你们看这样行吗？行啊，行。另外，我再给他写封信，小以大义，日本人在中国不会待久，我们绝对不能干对不起中国人的事。历朝历代，卖国贼都没有好下场。 恶有恶的报，终有终的报。在国家危难之际，万国斌以国家大局为重，推荐马占山主持军政，这实乃大义之举。我准备接受万国斌的意见，启用马占山。那国斌，国斌担任北满铁路局长，主掌经济实权。好，电报马占山。是，不。 通电东北，并报蒋委员长，任命马占山代理黑龙江省主席兼军事总指挥。是。少帅，你的身体没啥事儿。哎，我好了，好了。哎，好了，好了，看看呗。那是。 海鹏兄，东北沦为日本人之手，弟深感不生之痛。但你我都是热血男儿，不会忍下国恨家仇。弟在北平待中央决策，一有信息，即率兵出关，洗雪前仇。望兄镇守洮南，以防敌北犯黑龙江。日本人不惜我祖我孙，万万不能干出有辱国格之事。 相信兄高风亮节，自尊自重，弟学良。别犊子，老张这老辈少辈咋都拿别人不识数？他小六子这么信任我，咋还能让马占山当什么总指挥、省主席干啥呀？都以为别人是吃奶的孩子啊！司令，对，我不能死，我留着他，留着他给我孙子擦屁股。 哈，你们都听好了，3天之后，向黑龙江开拔。是。景龙，在。你带3个团先走，我带着司令部2支队和骑兵团随后跟进。他马占山不是要在20号在齐齐哈尔去就职当主席吗？我让他到阎王爷那儿当去。 司令放心，我一定提着马贼的头来接您。好，停，我得出个价。哼，我得出个价，我就赏，我就出10000现大洋，我要马占山的人头。入ります。入る。 司令官閣下、馬仙山に関する資料が揃いました。読め。馬仙山、あざなわ州法、現籍地、河北法順。 1885年11月30日、 遼寧海徳鎮生まれ、12歳の時母親病没。その後、父親を助け、家を支えるため、満州人のもとで放牧に従事。幼い頃より馬術、弓術に秀で。続けろ。は。19歳の時、 雇い主より馬を盗んだとの濡れ衣で半殺しの目にあったところ、父親が全財産を投げ入って息子を救出。馬は憎しみのあまり十数名の兄弟をかき集め、貴族となり、後に張作霖につきました。他には？以上であります。よし、帰れ。は。2つ補足いたします。各省令との戦いで大きな功績を挙げ、 張作霖、張学良に認められております。また満州事変の後ペイピンへ行き、おそらく張学良に会ったと思われます。もし馬仙山が本当に張学良の言うことを聞いて黒龍江で動き出すとしたら、これは面倒なことになります。だが関東軍を動かすとなると、大本営は首を縦に振らんぞ。 今回は
大本営から命令が来る前に、あの骨なし連中に悟られることは絶対になりません。中野少佐。はっ。片山秀夫。はっ。よし、馬仙山のルートは分かった。黒川、ガルピン、そして20日には父あるで大会を開く。分かったか。はっ。はい、二七七は大国に出発したが、来你呢？哎，我票拿我瞅下。哎，好，看一眼来，你呢？来，在这儿，我等一眼。哎，接个活吧。啊！眼前的李天白，除了马占山部参谋长这一头衔外，还有另一隐形身份——东北军中共地下党驻马占山部特派员。在北平出发前，李天白所在党组织的上线联系人给出的指示言简意赅，全力支持马占山将要打响的黑龙江抗战。参谋长，赵东宪县长和地方绅士想在车站接见马主席。主席什么意思？他说由你安排。那就见吧。下一站几点到？9:30左右。去吧。是。今夜9時、ハルピンから千春までの鉄道で龍城港に劣らぬ大事件が起きるとか。渡辺君、どうも君の鼻はわしがドイツから取り寄せた軍犬よりも効くようだな。じゃあとりあえず日々新聞のトップ欄は開けておきましたので。君の原稿にはどう書いてあるのかな。1931年10月19日ハルピンから千春に向かう列車で、黒竜江省馬仙山主席が数名の朝鮮人により殺害される。君もそれほどバカではないようだな。ハルピンの特務機関に殺されたと書かず、犯人は朝鮮人か。朝鮮人と馬仙山とはどういう関係があるのかね。なあ、朝鮮人のふりをして事件を起こすですよね。どうも我が日々新聞は明日余計なことを言おうとしているようだ。
もし次回も我が方の客人となりたいというのなら報道はやめてほしい。どうしても報道するというのなら馬仙山を殺害したのはおそらく超解放と書いてもらわないと。超解放。お。哈尔滨特务机关的人吗？没有户口，从身上搜出的证件来看，是白武清吉的人。经理，自马占山决定回黑龙江。率部举起抗日大旗那一刻起，中共地下党组织在东北军和满洲省委之间的秘密联络通道瞬即打开，一个个专项小组、新闻报道、宣传鼓动、募捐劳军、战地救护、粮秣后勤，几乎在一夜之间现身齐齐哈尔。中共地下党组织在民间的战地动员能力厚积薄发，深不可测。诸位，我马某人今天不扯闲篇，我就算是宣誓就职。1931年的秋天是个多事之秋啊，万望各位群策群力，共同协助，各司其职。如果日本人侵犯我黑龙江一寸土地，我将与诸位誓死血战。好，还有个小事儿，汉奸张海鹏已经投靠了日本人，听说他出10000现大洋悬赏我的人头，我也准备出钱悬赏张海鹏的人头。多少钱呢？想听听诸位的意思。2万。5万。上你个卖国贼！上你个卖国贼！上你个卖国贼！1元钱，而且我马占山要向全国通电，誓死抗战。马占山宣誓就职，誓死保卫黑龙江，并悬赏1元要张海鹏的人头。老爷，老爷，大哥，老爷，老爷，你怎么了？老爷，怎么了？这是啊，老爷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 ，马占山，
我要跑你的祖坟。同志们，马占山通电全国抗日，这说明了一个问题，全民抗战热情的高涨。在民族矛盾上升的今天，有些阶级矛盾可能会转化，国内的各阶层之间的关系呢，也有可能会发生变化。一个民族只有万众一心，才能应对入侵之敌。朱老总说得很对呀，在中华民族受到入侵的今天，我们中国共产党啊，应该在政治、军事、外交方面做出调整，用我们的行动来支持一切的抗日力量。北宁铁路是英国借款给中国修筑的，英国享有此铁路段的债权、控制权。北宁铁路停一天，英国人的货币收入就少一天。日军在中国东北的急剧扩张，触动了英国人的利益。北宁铁路停运的，虽然仅仅是锦州以北路段，仅仅是关内关外客货运暂时中断，英国人却怎么也咽不下这口气。英国人也有能力去国联把你日本人不守规则、强占豪夺的窃贼嘴脸嚷嚷的让全世界都知道。The Sino-Japanese conflict in South Manchu has already interrupted the operation for Beinan Railway, and I must remind all of you here, the British Empire is the main investor, the manager for the Beinan Railway. This situation mustn't go on. Mr. Chairman, the currently disrupted train line was from Shenyang to Jinzhou in the northern section. These are the results of the invasion by Japanese as they harass Shenyang and Jinzhou. 議長殿、日本政府には金州を占領しようなどという意図はありません。日本の居留民の安全のために関東軍が北根鉄道沿線を狙う貴族や盗賊を掃討しているだけです。The Chinese government is fully capable of protecting lives and property, including Japanese nationals. Mr. Chairman, as Jinzhou is the heart of Beijing Railway, according to current situation, Jinzhou should be proposed as a military buffer zone.The British government agrees to set up a military buffer zone in Jinzhou. もし中国政府が治安維持をする能力があるというのなら、日本としてはぜひ拝見させていただきたい。Very good. According to all nations' opinions, a decision to set a military buffer zone.In Jinzhou has been accepted. However, there are some conditions. First, the Japanese government needs to remove their military from the railway to South Manchuria. Second, China needs to gain law and order and regain security in the area for all nationals.同志们都来了啊！老杨，老杨，我给大家介绍一下啊，这位是刚刚从中央军委派来的赵一曼同志，啊，赵一曼同志曾经在苏联学习过，这次来啊，主要是参与我们的总工会工作，大家欢迎！好，大家好。啊，今天知道来了很多文艺界的人士，所以想来和大家认识一下，交个朋友。
这位是我们的罗书记。你好，伊万同志。你好，罗书记。啊，这位是金仁，欢迎你。啊，你好，你好。这叫刘红林啊。哦，对了，你好像还有个笔名对吧？肖军。肖军。嗯，肖军名声在外嘛。不敢不敢。现在大家都认识了，以后有什么困难就来找我们工会。对对对，以后有什么事儿啊，就找赵一曼同志啊。好啊好啊。我有个困难。怎么了？我有一个朋友是报社的记者，他叫萧红。萧红，我知道他。因为付不起房钱，房东不让他走。那他现在在哪儿？东兴顺旅馆。好，那你现在带我去。老杨，我先和他去看看啊。那我就走了，去吧。啊，好了好了，罗书记，开始吧。